以前この番組で何人かの方が指摘されていたことですけれどもアメリカ映画は昔のヒット曲えそれも何年も前にヒットした「オールディーズを」を、えー、忘れた頃に引っ張ってきて映画の中にピタッとはめるのがうまいですね今回はそんな中からですね。 その曲ここに使ううかやられたっていう、まあ、オールディズーズの使い方のうまさに感動した映画ベスト10をご紹介したいと思います。でこういうランキングは使われた曲に思い入れがあるかどうかで順位が変わってきちゃうんでもうこれはもうあの全く僕の個人的な順位ですが上位の3本だけはですね、まあ、僕の個人的な好みに関係なく。 まあおよそ映画ファンなら誰もが納得してくださるっていうか「あああの映画のオールディーズの使い方すごかったよね」って言ってくださる作品だと思うのでこの3本だけは題名を隠しておきますがこの番のイラスト見たら映画ファンなら「あああれね」ってお分かりの方も <laughs> いると思うんで、まあ、そこまわせてお楽しみください。 えまず10位と9位。これは、どちらもエンディングに使われた曲です。まあ、エンディングにオールディーズを使うのがもううまいのは、もうなんといっても、あの、ピクサーですよね。例えば、あの、カーズのルート6 6ルート66とは、1926年に開通したシカゴとサンタモニカを結ぶ国道。 のことですジョン・フォードの映画「怒りのぶどう」であのヘンリー・フォンダ一家が楽園のカリフォルニアを目指してあの移動したアメリカの希望の象徴の道でしたけれどもハイウェイの発達によってその役割を終えて1985年に廃線になってしまいました。でカーズは廃線になってさびれてしまったルート6 6沿いの田舎町にいる自動車たちを擬人化して主人公にしたアニメーションなんですけれども当初はルート6 6というタイトルで公開される予定だったんですけれどもこれは1966年に 60年から CBS テレビで4シーズンにわたって放送された同じタイトルのテレビドラマと混同されちゃうんじゃないかっていう懸念からカーズというタイトルに直前で変えられたそうですそしてこの CBS で放送されたルート6 6というドラマは大学を卒業したばかりの2人の若者が「ボレー・コルベット」というスポーツカーに乗ってまあ怒りのブドウとは逆にカリフォルニアから東部を目指してドライブするロードムービーです。 この主人公の一人、マーティン・ミルナーの声を吹き替えた相川金也は、このドラマに格別な思い入れがあったようで、1971年から8年間パーソナリティを務めた TBS の深夜放送パック・イン・ミュージックのオープニングで、毎回ネルソン・リドル楽団の演奏するこのドラマの主題曲を流してましたね。そしてこのドラマとは関係なく、ボビー・トゥループというジャズ・ミュージシャンが1946年に作詞・作曲し、ナット・キング・コールの歌でヒットした Route66 という曲があります。この歌をロックンロールにアレンジして、 えー、さっきのドラマ Route66 のもう一人の主演者であるジョージ・マリスが1962年にレコーディングしたバージョンもあって、えー、これも大ヒットしました。ご記憶の方もおいででしょう。If you ever plant motor ever west plant travel my way, take the highway, that's the best.get your kicks on route 66. この歌が実はカーズの終わりにもかかります。で、これ選曲はパーフェクトなんですけど、映画で使われたのはジョン・メイヤーが歌っている割と癖の強いバージョンだったんで、もうこれがもしもジョージマ・ハリス版だったらもう僕は5位ぐらいに入れちゃったんですけども、え残念ながらカーズは時点の11位です。で、それに比べると、ファインディングにものエンディングに使われたビヨンダシー。 良かったですねこれこのビヨンザ・シーっていう歌はフランスのシャルル・トロネという歌手が歌ったラ・メールという、まあ、ヒット・シャンソンに英語の歌詞をつけてアメリカのボビー・ダーリンが1960年に大ヒットさせた、まあ、彼の代名詞とも言える歌なんですけれどもケビン・スペーシーがボビー・ダーリンの生涯を監督、主演した映画もビヨンザ・シーっていうタイトルでしたねでこのファインディングにものエンディングに使われたのはイギリスのもうあのずっと後の世代の歌のロビー・ウリアムスが歌ったバージョンなんですけどこれはあの編曲がもうボビー・ダーリンのオリジナルとほとんどそっくりだったんで オールドファンの僕も納得の選曲でした「somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. 海の彼方のどこかで恋人が僕を待っている」っていうまあこれ歌詞的にもだからこの「ファインディング・ニモ」の「ビヨンダ・シー」が僕が選んだ10位です。ちなみに ファインディング・ミニモの続編のファインディング・ドリーってありましたね。このファインディング・ドリーのエンディングに上がれたのは、ナット・キング・コールが1951年にヒットさせたアンフォーゲッタブルという曲です。ドリーは、重度の健忘症ですぐに物を忘れちゃうっていう設定だったんで、このアンフォーゲッタブル、忘れないっていう歌詞はすごい内容にも合ってました。そして、アメリカ版で歌ってたのはシーヤで、日本版でアンフォーゲッタブルを歌ってたのはヤシロ・アキでした。このヤシロ・アキは水族館のアナウンスの声優も務めていて、この声優はすごい評判が 悪かったんですけども、歌のアンフォケッタブルのはすごい、あの、良かったと思います。まあ、下手くそな歌ってる僕がどうこう論評して、できた義理ではないんですけれども。 それからピクサーのライバルのドリームワックスアニメーションもこのエンディングにあのオールディーズはめるのはうまいですねお得意ですねで僕が一番やられちゃったのは2008年のカンンフーパンダですこの映画は父親のラーメン屋を手伝っている中国のカンフー好きのパンダがさまざまな修行試練を乗り越えてそして心に闇を持って雪キと戦って倒すという絵のタッチも中国の水墨画っぽかったしあのギャグもすごい面白かったんですけどもこのエンディングで流れるのが1974年のカール・ダグ のヒット曲「吠えろドラゴンカンフーファイティング」です。 Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. ご記憶の方いっぱいいらっしゃると思うんですが、この曲に乗ってクレジットが出るんですけども、このクレジットがですね、監督は動演、それからビジュアルエフェクトが視覚効果相関、プロダクションマネージャーが制作経理とも、役職名が全部中国語で出て、これも明らかにジャッキー・チェーンのカンフー映画のオマージュで、しかもこのジャッキー・チェーン本人がですね、この映画の猿の声の吹き替えで、声優のクレジットの止めで出てたんですけども、 こういうリスペクトにはあの弱い僕はもうやられちゃいましたね。このエンドクレジットに敬意を表してカンフーパンダがえ第9位です。 でちょっと順位が飛びますけれども1988年の「ダイ・ハード」このエンディングに使われたオールディズムももう綺麗にまってしたこれ綺麗にはまってました今更説明するのもなんですけどブルース・ウィリス演じる、まあ、ニューヨーク市警の刑事がですねクリスマスイブの晩に奥さんが、まあ、ロサンゼルスの日系企業に勤めてるんでその奥さんのビルを訪ねて言ったらそこでテロリストに遭遇しちゃって、まあ、戦いが始まってで外に集まった警官とか報道陣は何もできないんだけどこうビルの中であのブルース・ウィリスがもうたった一人テロリストと立ち向 で息も詰まるようなこの戦いの後にですね最後に奥さんを救い出してそしてこうビルの外に出てきたブルース・ウィリスが無線でこう情報を送ってきたくれていたもう唯一の仲間であるロサンゼルスの一警察官とまあ法要を交わしてそしてお調子者の運転手が運転するリムジンに乗ってもう報道陣とかも囲まれてんだから後で正直来て去っていくこの場面にそれまでずっと緊迫してたのよクリスマスソングの定番の「レディツノレディツノレディツノ」っていう曲がかかるんですよ。映画で 『おう、oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no p to go, let it snow, let it snow, let it snow.』これそれまでものすごい緊迫していた場面がこの温かいクリスマスソングでもう一気にこうなんていうかほどけてでここにエンドクレジットが流れ,流れるんですけども観客がこれ見てあよかったってこうすごいもうほっとして気持ち で画家を出れるというもうこれ最高の終わり方でしたね。その大ハードが順位を飛ばして4位です。 スタジオジブリの映画もしばしば既存曲を使ってますね。僕これ英語版しか持ってないんですけど。まあどうせあの喋ったのは日本語ですけど、復帰も聞けるんでね、英語の。この1989年の魔女の宅急便では、13歳の満月の場を迎えたキキが魔女の修行の度に故郷の田舎町から猫のジイジと一緒に放に乗って飛び立つんですけれども、猫のジイジが放に通した赤いトランジスタラジオのスイッチを入れると、そこからですね、ユーミンのルージュの伝言が流れるんですよ。あの人のままに会うために、今一人、 列車に乗ったの。 背景には満月でその上にマジョブ・タッキピンでタイトルがポーンと出てこれ鳥肌物でしたねこれもこの映画のエンディングにあの同じユ民ミンの優しさに包まれたならもう流れましたねあのジブリは他にも例えばあの国立高坂からの上を向いて歩こうとか、えー、風立ちぬの飛行機雲とかまあ帰省曲をあのしばしば使ってるんですけどもただこのジブリの場合は歌詞の内容は別に映画の内容にあ合っていないまあ言ってみればイメージソングっていう使い方なんで今回話してる趣旨とはちょっと、えー、外れちゃうんでまあここでは 今言ったその曲の出方タイミングと曲調がめちゃめちゃ鳥肌のものだったマーシャーの宅急便の「ルーズの伝言」を8位に上げておくにとどめておきます。 さっきアメリカ映画が得意だと言いましたけど、日本にもですね、歌詞の内容が映画のストールにビタビタ沿った、そういう古い寄生曲を映画の中にはめるのがめちゃめちゃうまい監督がいます。それが男は辛いよの山田洋次監督です。実際これ男は辛いよ48本。歌謡曲をすごいうまく使った場面がたくさんありますね。以前も触れましたけど、その最初の例、そして屈指の例が男は辛いよの第一作で歌われた北島三郎の喧嘩立つです。第一作の終盤に、あの、トラさんが結成立てしあたりなんじゃないかと思うんですけど、これマドンナと 本幸子と安い焼き鳥屋で飲んでるとバッグにずっとこの「放送で北島三郎の喧嘩が流れてるんですねこの喧嘩たつ」っていうのは「男はつらいよ」の5年前に東映が作った、まあ、加藤大監督内田良平主演の「シャフユ京伝け喧,喧嘩たつ」っていう映画の北島三郎が歌った主題歌で「シャフユ京伝け喧,喧嘩たつ」っていうのはいくつかの寅さんシリーズのルーツの映画の一つだと思います。でこのシーンで光本幸子はこの焼き鳥屋からの帰り道にもう焼き鳥屋でずっと優先放送で「けんかたつ」を聞いてたんで耳に残っていたでしょうねこの歌を すごい大きな声であの歩きながら歌い始めるんですよ。もうこれ真夜中ですから、そらさん慌ててシュシュシュ。 もうみんな寝てるんですから」ってこう光本幸子を止めようとするんだけどこれ光本幸子がもう気持ちよさそうに歌い続けるんですねそうするとこの画面どこからともなくオーケストラの伴奏が立ち上がってきて三本幸子がきれいに乗っかって歌うんですねで彼女を送った後で寅さんが虎屋に帰っていくその帰り道はもう彼女の歌が映っちゃって三本幸子よりも大きな声であのこの検察家たちを歌いながらえ歩いてるんですね。殺し痛いほどほう 「惚れてはいたが指も触れずに別れたぜ」ってこ,この「殺したいほど惚れてはいたが指も触れずに別れたぜ」ってもうこれもう完全に「男はつらいよの」のテーマソングですよねこの歌のくだり本当とすらしいのでぜひ見直してみてくださいまああと「男はつらいは」は朝岡瑠璃子が演じているキャバレー歌手のリリーが出てくる回、えー、ってまあ映画が4本あるんですけどこれ毎回リリーが古い歌謡曲を歌うのがこういいんですねみんなでこれ特に印象に残ってるのが第48 最終作の、えー、紅の花ですこの映画はですね、後藤久美子演じる恋人の泉が、まあ、故郷で結婚するっていうんで、こう吉岡秀隆演じる三男が、えー、そこまで行って、結婚ぶち壊して、えんれ騒ぎになっちゃって、そして、あの、三男は逃げるようになんか、えー、思わず船に乗って、当てともなく、え奄、ー、美大島に行っちゃうんですよ。で、その、行った先の奄美大島で、ばったりリリーに会うんですね。で、こうリリーに連れられてリリーの家に行ったら、あらびっくり、そこにはトラさんが暮らしていたっていう、えー、話です。 このリリーはいつまでたっても結婚を切り出さない寅さんにもうあの腹を立ててむしゃくしゃしてある晩「蜜をおいだよって言って飲みに行くんです、ね、そしてこの水を連れて海岸沿いの波の音の聞こえる夜道を二人で恋人のようにこう腕を組んで歩きながらこのリリーが田畑義男の1962年のヒット曲まさにこの奄美大島を舞台にした「島育ち」っていう歌を歌うんですよ。 赤いソテつツのみも売れる頃。金本氏イゴ金持ちごゴーロ。おしまそうだち。<laughs> すいません。下手なフルに立っちゃいましたけど。この歌、もう明らかにギリ,リー、私はトラさんのお嫁さんになりたいって歌ですからね。もうこの使い方、むちゃむちゃうまかったと思います。感動的でした。 男は辛い最終作の紅の花っていうのは渥美清の衰えが著しくて。もうこれを一作でなくなってしまうわけですから、ちょっと見るのが辛い作品なんですけれども。僕はこのリリーの歌聞きたさに紅の花は何度も見ちゃってます。しかし、男は辛いようで、まあ古い既存の歌謡曲を使って、これが一番良かったのは。もう何と言っても、リリー二度目の登場の男は辛いよ。え、寅あ郎相合傘でしょうね。この映画で寅に止めてもらったリリーが茶の間で宴会になって、で、この前田吟の広志。 が、このリリーから、まあ、歌え歌えって、林立てられて、じゃあやるかって言って、こう、ミソラヒベルの悲しい酒を歌うんですね。まあ、ところが、途中でもう歌詞が出てこなくなっちゃって、歌えなくなっちゃったら、リリーが助けてやるんですよ。そうすると、その歌があまりにうまいもんだから、もう賠償チェとか、もう前田銀とか周りの人たち、シーってやって、みんな歌うのをやめると、リリーが気づかずに一人でこれ最後まで悲しい酒を歌うんだけど、この歌があまりにもよくて、みんなもう、うっとり聴いてる。これが伏線です。 そして、えー、数日後仕事先のキャベレーの裏口にこのリリーを送ってやったトラさんがトラヤに浮かぬ顔で戻ってきてみんなに「俺びっくりしちゃったよゴールデン歌丸」なんて言うからどんな立派な店かと思ったらこのトラより小さいんだよ。リリーにあんなとこで歌わせちゃいけないよ俺に銭があったらリリーの夢を叶えてやれるんだけどな」こうしみじみ言って自分が浅草の国際劇場を借り切って、まあ、リリの、えーのワンマンショーを 開いてやるとこを想像して語るんですね。ベルが鳴る。場内がスーッと暗くなる。皆さん大変長らくお待たせオーバーいたしました。これ、トラさんはお待たせオーバーって言うんですけど、お待たせオーバーいたしました。ただいまからリリー松岡賞の開幕であります。静かに鈍調が上がる。スポットライトがパーッと当たってね、これはいい女だよ。客席がザー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 ,ザーっとして、綺麗ね。 いい女だな <laughs> 待ってました日本一ってう、まあ一人でやるんですけど、これトラさんがもうまるで落語ですから、これ。で、そしてトラさんは、この浅草国際劇場の舞台に立ったリリーになりきって、この、えー、悲しい酒を、あの、厚見清が歌うんですよ。一人酒場で飲む酒は、まあ僕と違って、厚見清は声がいいですからね。もうこれはいい歌でしたよ。そして、この歌が終わった後でトラさんはこう続けます。やがて歌が終わる。 花束、テープ、紙吹雪、うわーって割れるような拍手喝采だよリリーはきっと泣くな、まあ、男足と辛いシリーズには、ほぼ毎回トラさんがこうした一人芝居、永遠長セリフを言う場面があるんですけど、その中でもですね、もうこの回のあいあい傘の、えー、一人芝居はもう出色の出来でしたね。もうベストだと思います。このトラジローあいあい傘の悲しい酒が第7位です。 6位は、えー、1990年のアメリカ映画、ゴースト。こちらですね。この映画は、パトリック・スウェイジ演じる銀行マンが、コンピューターで不正取引を発見して、で、同僚の、えー、トニー・ゴールドウィンに相談するんですけど、実はこいつがトニー・ゴールドウィンが犯人で、暴漢を雇って、恋人のデミー・モアと夜の街を歩いていたパトリック・スウェイジを拳銃で殺させちゃうんですよ。で、幽霊になっちゃったパトリック・スウェイジがずっとデミー・モアのそばに、 いるんですけどもまあ話しかけても声は届かないしこう触ろうとしても物を自分の体が通り抜けちゃうんで自分がここにいるよっていうのをことを伝えるすべがないそうこうするうちにこの自分を襲った暴漢がデビー・ブーアンもう付け狙い始めるんでなんとか彼女に危険を伝えようと街でこの霊媒師っていうすっごいインチキそうな看板を見つけて中に入ったらこう中にいたすっげえ怪しい霊媒師のウィピー・ゴールドバッグが超意外なことに本当に霊の声が聞けるやつでウィピー・ゴールド の力っていうか、声と体を借りて、デミムーアに危険を伝え、そして犯人を追い詰めていくっていう話ですね。この映画の監督は裸の顔を持つ男とか、フライングハイとかって言った。もうチョークだろね。コメディをたくさん撮った。もう大好きなんですけど、これザッカー兄弟の弟の方のジェリーザッカー。 でこのゴーストっていうのはかなり真の、えー、しっかりしたラブストーリーなんですけれどもウピー・ゴールドバーグが演じているこの霊媒師の扱い方がむちゃむちゃ面白くて超笑えるコメディーでもありますそしてこの映画の「デミー・ムーアは」は父これネとろくを回してるんですけど陶芸家っていう設定で生きていた時のパトリック・スウェイジーと2人でロクロを回しながらっちゃついてる場面に1955年のライチャース・ブラザーズのヒット曲の「アンチェエンド・メロディー」っていう曲が、えー、流れます。 Oh my I love, my darling, I've hungered for your touch. 뭐, 그건 무슨 뜻이죠? でこの曲がかかる場面、やたらパロディーでコントになってたんで、こう映画見てなくてもここを録ころして、一っちついてる場面だけはご存知の方多いんじゃないかと思うんですがで、この映画ではですね、このアンチャインドメロディーが前振りになっていて、で、後でデミ・ムーアが、このパトリック・スウェイジの,あの霊と結ばれる抱き合う場面に、またこの曲が使われていて、この使い方もうまかったですね。ゴーストがあ6位です。 5位は1986年のロブライナー監督のスタンドバイミー。これですね。この映画は1961年のベインキングのヒット曲スタンドバイミーの題名をそのままいただき、その曲を主題曲にしちゃったっていう映画なんですけれども、原作はホラーの巨匠スティーブン・キングが1982年に発表したザ・ボディ死体という中編小説です、まあ。スティーブン・キングの原作 小説の映画化作品っていうのは「シャイニング」「キャリー」「ミザリー」とかまあ,あのホラーの傑作が多いんですけどホラーじゃなくても例えばこの「スタンド・バイ・ミー」とか「ショーシャンクの空」に「グリーン・マイル」とかいったまあ普通の。 の面白い映画がたくさんありますでこの映画はリチャード・ドレーファス演じるゴーディという小説家が田舎道に自分の車を止めてクリスという弁護士が、まあ、喧嘩に巻き込まれて殺されちゃったっていう新聞記事を見てるところから始まります。で、このクリスっていうのはゴーディの小学校時代の親友であの彼はだからこの新聞記事を見て矢も建てもたまらなくなってで、二人があの少年時代を送ったキャッスルロックという街に車を飛ばしてその街の前まで来ています。止めてるゴーディの車の横をもう少年二人が自転車で朗らかに笑いながら通り過ぎる。それを 見ているうちにこの映画がゴーディーの回想に入ってきますで、この回想で描かれているのが少年時代のゴーディーとクリスが列車に引かれた人の死体が30キロ先に野晒しになっているという噂を聞きつけてテディとバーンという二人の友達を超えた4人でその死体を見に森の中を30キロこう冒険旅行するその旅行です冒頭リチャードドレハスが自分が住んでいたキャッスルロックという街は人口1281人だがそれが自分にとっての全世界だった って言うんですけれども、二日後、まあ、少年たちがこの冒険旅行から帰ってきた。時には、モノローグが街が急に小さく、違って見えたと語ります。まあ、そうした少年期のこう成長を描いた、えー、映画なんですね。主題曲のスタンド・バイ・ミーはこの映画の中で、インストゥルメンタルで、薄く、ゆっくり、3回流れます。 最初は、この車の中でさっき言った、あの、新聞記事を、あの、リチャード・ドレファスが、クリスの死亡記事を読んでいるところ。で、あとの2回はですね、冒険からの帰り道に川べりを4人の少年が歩いている、このロング、それから、クリスとゴーディが握手して別れる場面にかかるんですよ。ただ、かかる3回、いずれもですね、あの、イントの、 ーメロディーまで行くかと思ったらもうこのダダダンツツで終わっちゃって3回とも「うわあ歌聞かせてよ行かないんだ!」みたいな感じなんですよ。でこの最後の最後もう本当にあにこの曲聞かせてよっていうもう観客の欲求が止まった最後の最後に現在のリチャード・ドレーファスが自宅で パソコンで少年時代の思い出をの小説を書いていると、外で彼の子供が遊んでいて、子供のところにまあリチャード・ドレーファスが行って遊ん一緒に遊びに加わるっていう絵に初めてこのスタンドバイ・ミーの When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see、it. この曲が流れるんですけどこれメロディーがよく知られている曲の使い方としてはこのやり方ベストだったと思いますねこの映画を監督したロブライナーは後にこの映画の舞台になった、えー、街キャッスルロックをそのまま、えー、名前をつけたキャッスルロックエンターテイメントっていう映画会社を作ってこう大成功します皆様あの灯台の光がぐるっと回ってくるあのキャッスルロックエンターテイメントっていうあのタイトルっていうかトレードマーク映画ファンならご記憶でしょうだから全てはこの映画から始まったんですねそのスタンドバイミーが、えー、5位です で4位は「ダイ・ハード」さっきご紹介したで4位をオールディーズの使い方感動したいがその曲をここで使うかやられたベスト10の,あの第3位。うん 井筒和行監督の、えー、パッチギですあの井筒和之監督の不良少年構想映画っていうのはガキ帝国も岸和田少年愚連隊もすごい面白いんですけども中でももう最高傑作の誉れ高いのがこのパッチギですねこの映画の舞台は1968年の京都朝鮮高校との構想が絶えない京都府立東高校の教師の道石健が両校の親族サッカー試合っていうのを思いついてで柊也俊に「申し試合申し込んで」とこう言っていってこういやいやこの柊也俊が朝鮮高校にサッカーの試合の申し込みに行って そそこでその朝鮮高校の番長の高岡宗介の妹の沢尻エリ香に出会って一目惚れしちゃうんですねで彼女に取り入れるために彼は朝鮮語を学んでギターを買って「イムジン河」を弾けるようになってそして公園で飲み会をしていた沢尻エリ香の家族の前で拙い朝鮮語とギターでそしてこの沢尻エリ香のフルートの伴奏で「イムジン河」を歌って仲間に迎えてもらいます。で物語はその後、まあ2人のこの声のの後人行方を追うんでですけれどもこの朝鮮高高校と東高の争いで高岡介の弟分の尾上 が命を落としてしまいその通夜に参列したこの塩谷旬は遺族から日本に対する恨みをぶつけられます。でその通夜の晩 中谷氏はラジオ局に行って、勝抜きフォーク合戦に出て、放送禁止のイムジン河を歌います。でその放送のから歌が流れているさなか、鴨川の三角スで、高岡宗介たちが弔い合戦でこの東高等大喧嘩を切り広げ、さらに同じ晩にあの病院で高岡宗介の彼女の柳原京子が、まあ、苦しみながらもう出産しているという、このクライマックスにフルオーケストラのイムジン河が流れるんですけど、このイムジン河という曲は朝鮮人民民主,主義共和国で1957年に発表された、あ あのまあ祖国統一を願う歌でこれ「パチギ」の音楽監督を務めた加藤和彦はフォックリセダス時代にレコーディングして発売禁止にになった歌ですでさらに言うとこの歌の日本語の歌詞を書いたのは後に雑誌の「ブルータス」の名物編集者になる松山武史でこの元歌はプロパガンダ色が強い歌詞なんだそうですけど若き日のこの松山武史が作った日本語の歌詞というのはえ素朴に朝鮮半島の分断を嘆く内容でした。 映画『パチギは』その松山しが「イムジンガワという歌との出会いを書いた回想録が原案なんだそうです。 陣川水清くと音と流る水通り自由に群がり飛び交うよ」ってこの歌に乗せて川べりあるいは川の中で高校生たちが構想を繰り広げるんですけどまあここで描かれているのは政治的メッセージというよりも映画本来の美しい曲を使ってシンプルに感動させるもうこのオーケストレーション素晴らしいんでもうこれぞ映画っていうクライマックスでした。そして これに続く、まあ、エンディングでは、まあ、それぞれの登場人物の後日談が描かれるんですけれどもそれにかぶせて、えー、フォーク・ルセダースの北山治作詞加藤和彦作曲そしてその二人が歌っている1971年のヒット曲「あの素晴らしい愛」をもう一度が、えー、かかります。 もうねもう僕らの世代はもうこれ以上泣かせるようなことせんといてほしいわっていう感じでしたねこれそして第2位。じゃん バリーレビンソン監督ロビン・ウィリアムス主演のグッドモーニングベトナムです。えこの映画はベトナム戦争が激化していた1965年に最後の米空軍基地から AFVN アームドフォーセスベトナムネットワークというラジオ局で番組を放送していた実在の DJ エイドリアンクロンナウワを描いた実話です。物語はロビン・ウィリアムスがベトナムに赴任してくるところから始まってで彼はあの自分のラジオ番組で流行りのロックをかけ下品なマシンガントークを繰り広げて兵士たちの間で抜群の人気 ものになるんですが禁止されていたサイゴン市内でのあのベトコンのテロの様子を喋っちゃってで番組から外されますロビン・ウィリアムスは街に出てアメリカ軍が主催する英語教室で現地の人に英語を教えながらベトナム人の当時の実態を目の当たりにし そしして現地の娘と恋に落ちたりしますでその間あの兵士たちからは基地にクロンナウアーを D ショに戻せという手紙とか電話が殺到していますある時このロビー・ウィリアムスは街で出会った輸送されていく若い兵士たちに「この人がクロンナウアーだ」って知られてしまって「声を聞かせてくれよ」って頼まれるんですね。でまあ最初はもう「いやいいよいって断ってるんだけどもうあの戦地に来たばかりのこの若い純粋な目をした兵士たちに熱望されて、まあ、その場でマシンガントークを繰り広げますぐ実演します。

反戦デモで警官に殴られて血まみれになっているベトナムの女子学生とか、緑豊かな畑に落ちるナパールムダンとか、それからベトコンが米軍に銃殺されている様子とかの絵が重なっていくんですねあ。ゆっくり流れていきます。もうこれはどんな反戦映画よりも効きましたね。 このシーンはルイ・アムストロングがこの歌をレコーティングしたのは1967年で実はまあこの映画舞台がさっき1965年って言った通りこの映画舞台の時にはなかった曲なんですけど実はこの歌を作詞作曲したボブ・シールというミュージシャンはベトナム反戦をを念頭にここののの歌を書いいいいたそうなんでこの曲の最も正しい使い方とと言えると思いますエイドリアン・クロンナウを演じたロビン・ウィリアムスは、まあ、この人はもともとスタンダップコメディアンでアニメ「アラジン」でもジニンの会をやっていてこのジニのキャラクターっていうのはロビン・ウィリアムスの芸人 合わせてあの作られたぐらいの人ですからもう一人語りなんかお手の物でこのラジオの DJ っていうのはもうもうぴったりの役でしたねその Good Morning m e t r n u m が、まあ、この絵見て分かった人いっぱいいと思うんだけど、えー、それが第二位です <laughs> そしてお待たせしました第一位ですがもうこれごあのお気づきの方もいらっしゃるんでしょうたくさん、えー、1990年のプリティユーマン これ、え、プリティー・ユーマン1位なのって思い方いらっしゃるかもしれませんけど、今から説明しますから、これがどんなに素晴らしいか。え、これ、曲はですね、1960年のロイ・オービソンのヒット曲を、オープリティ・ユーマンで、そこからこの映画のタイトル、内容もあの作られています。で、この映画は、これも改めて言うのも何なんですけども、リチャード・ギア演じる独身の大富豪、実業家が、まあ、商談のために訪れたあのロサンゼルスで、ビジネスの社交の必要性からですね、これあの、コールガールなんですけど、このジュリア・ロバーツを1週間3000ドルでやって、 取ってで社交界のパートナーにし立てあげて上流階級のマナーに全く慣れていないこのジュリア・ロバーツがさまざまなヘマを繰り返すんですけども,もう彼女の純粋な心にリチャード・ギアがどんどんん惹かれていいくという話ですねこの映画の舞台になったビバリー・ヒルズ・ウィルシャーというホテルは今フォーシーズンになってますけどもこのロサンゼルスで一のの格式のある実在の超高級ホテルですえそしてこの映画でジュリア・ロバーツはリチャード・ギアからもらった金でディナー用のドレスを買いにこのロデオドライブの店にあの ブランドショップに行くんですけども誰が見ても殺した商売女なんじゃないかというようなえ下品な格好をしてるんでこのブランドショップで相手にしてもらえずにがっっかりしててホテルに戻ってきますするとこの入ってきた彼女の、えー、服装を見たホテルの支配人が「うちは商売女を止めるわけにはいかない」って言うんですけどこのジュリア・ロバスの雇い主がホテルにとって超 VIP のリチャード・エキエと分かった途端にですね支配人はジュリア・ロバスに向かって「商売女を止めるわけにはいかないがでもあなたはルイスさあこれルイス あのジュレあのこのリチャード・イリアの役名ですけど「あなたはルイス様のご親戚?」。 キーともうあのほのめかしてやるんですよでもジュリア・ロバスがストイックなんかをしてると例えば「メイゴさん」とか「あと」とか言うと、まあ、ジュリア・ロバスが空気読んで「ああはいメイゴです」って言うと「だったらそれにふさわしい服装で来ていただかないと」って言うとこのジュリア・ロバスがですねリチャード・ギアから渡されてこうずっとくしゃくしゃに握りしめていたお札をこう見せて泣きながら「これお金はあるのに売ってもらえないよ」って訴えるんですねすると支配人がどこかに電話始めるんですよ。でこれジュリア・ロバスはてっきに警察に電話かけると。 <laughs> かけてててると思っっ警察署によろしく言っといてみたいな <laughs> もうぶち切れて言うと、実はこの支配人が電話かけていたのは、自分の馴染みの超高級店で、ビバリー・フィリズ・ウィルシャーの支配人だが、これビバリー・フィリズ・ウィルシャーの支配人だって言ったら、これロダルドライブで超顔ですからね、あの最高級のホテルだから。ビバリー・フィリズ・ウィルシャーの支配人だが、今からビビアンという、あの、ビビアンってこれ、あの、ジュディア・ロバースの役名です。今からビビアンという超 VAP が行くから、服を選んで差し上げてくれって頼んでくれるんですよ。で、ジュディア・ロバースがその店に 行くとものすごいわけ知りのさばけた年配の女性の店員が出てきてですごい親切に応対してくれるんですねで,で私はなんとかの名簿でって「ああ名簿さんねよくいますよね」ってすごいものが分かった人でそして服を選んでくれてホテルに帰ると今度は支配人がですね開店前のレストランで即席の,方のテーブルマナー講座まで開いてくれてもうこの辺からワクワク感がどんどん高まってくるんですけどまだこれ主題曲は流れません。で最初のディナー の後で、翌日かな、リチャード・ギアが、どうやらもっと必要なのに一枚しか買ってこなかったのかってこう言うと、えー、ジュリア・ロバースが自分が行っても売ってもらえないのよみたいなことを言うんで、リチャード・ギアが店についてって、もうすっげえ忙しいから、携帯電話でずっと電話しっぱなしなんだけど、店までついてって、この店のマネージャーに、金に糸目つけないから、このレディーにサービス、えー、してくれって言うんですよ。で、その、金に糸目をつけないっていうフレーズを聞いた、この店のマネージャーのうっとりした顔がもう超面白いですよ。もうそ そこぜひ見てくださいうっとりしますから彼にびをつけないって言われるとでこのマネージャーはですねずっと携帯で電話してるリチャード・ギアに「あのレディーへのご機嫌取りはさりげなくやった方がいいんでしょうかそれとも露骨にやった方がいいんでしょうか」って聞くともう忙しいリチャード・ギアが「ああ露骨にやってくれ」って言うとこのマネージャーは「腕が鳴る! <laughs>」 って言って、ジュリア・ロバーツのところ突進してってサービス始めるんですけど、この腕が鳴るってセリフは本当によかったですね。僕映画史上で何本かに指に入るぐらい好きなセリフですね。で、そしてここからジュリア・ロバーツの服選びが始まるんですけど、ここで一度、このあの、ロイ・オブソンのプリティウマンのダン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 、ダン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 インテロが流れてくるんですが、 曲がんんじゃうでですすよ <laughs> 行かないんですねえリ,リチャード・ギアずっと電話かけてるんでもうすごいなんかトラブって出かけてるんでもう一回盛り上がりかけてしぼんじゃうんですよ。でこの電話をかけ続けたリチャード・ギアが「もうこれじゃあの話にならないから」って言って「仕事があるから俺行くよ」って言ってこジュリア・ロファースにクレジットカードを渡してさっき腕が鳴るってマネージャーに「カードは彼女に預けたから」って言って店に出てっちゃうんですね。ここの瞬間からもう服選びが始まるんですけどそこに 世代にフル尺でも、まるで買い物万歳、資本主義万歳っていう感じで。このロイオビソンの主題曲、プリティウーマンが流れ始めます。プリティウーマン、ウォーキングダウンです。プリ、プリティウーマン、あ、変えないなく。プリティウーマンって、まあ、あの、今さら言うまでもない曲ですけど。そして、福岡特快必回のファッションショーで、もう、そこに飲み物が出てくるわ。ピザが出てくるわ。そう、そして、最初こうなったジュリエローバスが、もう、ビーチようにエレガントな、女になって、こう、ホテルに。 戻ってきてきロビーを歩いていくのを見たさっきの支配人が思わずにっこり微笑むっていうのところでこの主題歌がぴったり終わるっていうまあこの歌をどう使うかどう流すかもうこのシーンは徹底的に脚本カット割り練り上げた感じですね、えー、そしてこの支配人を演じていたヘクター・エリソントというこれはゲイリー・マーシャル監督映画の常連の盟友なんですけどこれもう一番の儲け役でしたそして今日女性たちの間ではこうした金持ちの金で女が買い物するシーンのどこが面白いんだとかですねもう男性 の気持ち悪い映画だっていう批判があることは僕も承知しています。も、ま、う、あ、それも一理ありますねが、この買い物シーンがその後どれだけ日本や韓国のラブコメで真似されたか。あのパクられたか分かりませんし。しまあ、ジュリアロバーツが変身していく様子が心踊らされるっていう女性の観客がたくさんいることも事実です。女性の観客たちの心を踊らせた。最大のまあ、原動力がこのロイボービソンの歌だ。だ だからこれストーリー上の問題点を歌の力でねじ伏せちゃったっていう例だと思います。そしてこの映画のこの曲はここまでの,あの感動させる泣かせる曲の使い方とは全く違う、まあ、見るものをハッピーにする気分を上げるっていう使い方なんですけどしかしこの音楽の映画音楽の使い方としてはもう客を泣かせるよりもこのハッピーにさせるっていう方が難しいんじゃないかと思うんで僕はこの曲を1位にしました。さて皆さんの1位は何でしょうか チャンネル登録・高評価・コメントよろしくお願いします。